こんにちは、速稼塾の久保です。プリマスジムさん、なんかね、熱気バサラっていうキーワードが出てきたような気がするんですけども、マクロスセブンですよね。あの、私ね、マクロスセブンの CD も持ってるんですけども、ちょっとね、本棚の整理がついてないんで、マクロスの CD をまずお見せしておきます。いや、このシリーズね、大好きなんですよ。特にね、マクロスセブンはあのトライアゲンっていう曲が好きで、まあ、その曲の背景で流れてきたイメージも好きだったんですけども、歌詞もね、もう一回頑張ってみようぜみたいなね、うん、本当に応援歌っていうのかな、うん、まあ、今でも思い出しますね、マクロスセブンね。あの、Remember 16とかもね、よく歌ったものですけどね、すいません、私の勘違いだったら失礼しました。あの、前置きはこのぐらいにしてですね、プリマスジムさん、動画本当にありがとうございます。あの、アルカポネみたいなね、スタイルで、なんか動画が始まったんでびっくりしたんですけども、でもね、かっこよかったですよ。あの、お話の仕方は大丈夫です、慣れていきますし、最初から上手ではないんですよ。私も同じです。私もね、一番初めの YouTube 動画はね、ちょっと恥ずかしくてお見せできるようなものではないんですけども、まあでもね、自分なりに台本見ながらよくやったなと思います。カメラの横に台本を置いて、こうやって見ながらやったんですよね。ここでカメラに映らないようにして、で、サムネイルも初めからできる必要はありません。だんだんと覚えていけばいいと思います。まずはね、第一歩、私に動画を送ってくださったじゃないですか。その挑戦だけでもね、大きな一歩だと思います。本当にね、いろいろと試行錯誤していただいて、情熱を傾けてくださったんだと思いますね。私はね、そのね、なんかそのプリマスジムさんの思いに応えたいと思います。で、今回の動画を皮切りに、何本も何本もね、動画を送っていただいて構いません。そのために私、こうやって返信動画を撮らさせていただきます。一緒にね、育っていきたいなと思いますし、何かに挑戦する姿、私は本当に好きなんですよ。ですんでね、自分のことのように今、あの、プリマスジムさんのアクションについて本当燃えております。燃えてますよ。反転来てますけど燃えてます、バサバサとね。これからも動画をどんどん遠慮なく送ってください。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。